民主党は、第六共和国時代の韓国における、保守政党。1991年9月、当時の最大野党で全羅道を強固な支持基盤とする、新民主連合党と野党第二党で、不山地域が地盤である、民主党が統合して発足した野党である。1990年2月に、当時のロタイグ政権の与党である。 民主正義党と野党の統一民主党、新民主共和党の3党が合同して、国会の4分3を優に超える、巨大与党の民主自由党が発足して、以降、第一野党である、平和民主党と、同年6月に結成された第二野党の民主党との間で、野党勢力統合に向けた動きが進められ、一度は、統合新党を作ることで合意に達した。しかし民主党が、 平民党総裁の職についていた近代中の政界引退を強く主張したのに対し、平民党側がこれを拒否したため実現しなかった。翌91年6月に行われた主要都市や道の議員を選ぶ広域議会議員選挙で民事党が圧勝し、新民党と民主党が共に敗北したことに、両党は危機を強め、9月10日に両党の統合を宣言。 同月16日に、新民党総裁の近大中と民主党のり、帰宅総裁を共同代表とする民主党が結成された。ただし、旧民主党の牧参省と金光一議員は、統合に反対して、新民主党への参加を拒否した。翌92年3月の第14代総選挙では97議席を獲得して躍進。 同年12月の大統領選挙では、近代中代表を候補として擁立したが、民事党の近四寒候補に大差で敗れた。選挙後、近代中は、李北区に代表の座を譲って、政界引退を表明したが、1995年9月に、政界復帰し、民主党内の自派系議員を基盤に、新政治国民会議を結成した。金大中が、 国民会議を結成したことで最大野党の座から転落した民主党は市民団体が中心となって結成された改革新党と統合して統合民主党を同年12月に結成した民主党平民党に在野勢力の新民主連合が合流して91年4月に結成された総裁は近大中 1987年12月の大統領選挙において、金四三と金大中候補の単一化を求めて、所属政党から離党した議員で、署名派と呼ばれていた。ただし、中央選挙管理委員会への届け出た、法的代表は、金大中のみである。金大中派の別称で、金大中の自宅所在地が、東橋市道であるため、名付けられた。 ありがとうございます。